OK。覚えてね、リズム。はい。いいねはい、本日はですね、うん、あの伝説のスーパー世界的に大人気のゲーム、おガチョウのゲームをやっていきます。ガチョウのゲーム、わー来ました、ガチョウゲーム来た来た来た、ガチョウ来た。これね、僕コロちゃんの動画で見ましたから。あ、見てくれたの？もう必勝法知ってます。え、マジ？嘘です。なんで嘘って？ちょっと見ただけです。なんか爆技とかもあるからさ、今回使わないで普通にちゃんと行こう。爆技があるんですか？爆技ある、爆技あるよ。来たー、はい、来ました。これちょっと待ってくださいね。来たー、ストップリゲーム実況、来たー来たー来たー。バカにしてますよね、確実に。そんなことそんなことない。来たーゲーム実況、確実にそれバカにされてますよね、僕のこと。あ、じゃあ僕がま、うん、やるから真似してね。オッケー。覚えてね、リズム。はい。いいねいいな、いけてるね、連携はバッチリだ。337拍子バッチリ、これ絶対いける。これは確実に勝ったわ。これ勝った、これは確実に勝ちました。ありがとうございます。ここで首を曲げると。お、来た。え、話せなくなっちゃった。え？あの、やば。おい、僕には出すなよ。この長靴を売るんだ、僕は。この長靴を売って僕はお金にする。僕もこれテニス持って売るんだ。いや、これ長靴の方が高く売れますね。いや、テニスボールの方が需要あります。だってそれ、テニスボール、それ一つでしょ、だって。一つ。誰が買うの、そんな一個のやつ。あの、なんかその、あれですよ。うん、あの、なんかそういうコレクションみたいな。コレクション、コレクションも一つはいらないだろう、絶対。ヴィンテージ品的なやつですよ。うん、これ、取って。はい、来た。はい、来た。はい。はい、はい、じゃ、はい、はい、はい、じゃない。うわ、危ない、痛いよ。なんでことするんだ。と、あ、アルティメットガスゲーム。いたずらガチョウがやってきた。チュートリアルはここまでです。こっからが早速プレイしていきますか。本番だ。まあ、これはガチョウでいたずらしていろんななんか目標をクリアしていくゲームらしいんですよね、噂によると。うん。これミッションでございます。農園に侵入する、はい、おじさんを濡らす。はい。これも ASMR ですね。おじさんから鍵を盗む。あの、やめてください、際どいこと言うの。やめてください。あ、違う。あ、違うね。おじさんに、麦わら帽子をかぶせる、はい、熊の手を湖に落とすピクニックを、はい、開くという感じ で、やっていくわけなんですけれども。あ、おいしい。サンドイッチだね、やっぱり。僕のサンドイッチだ、それ。いや、違います。ちょっと名前書いてある、このサンドイッチ。返せ、このサンドイッチ。僕のだよ。いや、ちょっと返して、それ僕のです。わかっ、僕じいさん。ちょっとこれどうやってくぐるの。あのくぐれません。あのちょっと待って。わーい、わーい、くぐれない、くぐれない。ちょっと僕のサンドイッチ。わーい、わーい、これ。あー、僕の。おい、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 これで鬼ごっこしてんだけど。これなんか入れそうじゃない？これ入れるの？鍵が必要っぽいですよ。なんか鍵、ちょっと待って、サンドイッチちょっと床に置くのは抵抗ある。芝刈り機の上に置いとく。同じだろそれ。変わんないって。あ、これでピクニックじゃん。ここにピクニック。ここでピクニックするってことか。そういうことだよ。それ僕の床に落としてないやつ、ちょっと返して。これ僕の。あーね、無理。あ、でもいっぱいある。かぼちゃ、人参、ジャム、水筒、ラジオ、カゴ。何それ。あ、ここにさ、加えろって書いてるよ。あ、お前頑張れ、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 手伝え、頑張って、手伝えって。ついてきなさい。あ、ラジオあった。おじさん、おじさん、お、なんか鳴った。来た来た。これ捕まっちゃうの。逃げろ逃げろ。まぜ。池に逃げろ。来いよ来いよ、これだよ。おじさんを濡らせ。おじさんの、あ、おじさん、やばい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 。
なんか鍵ゲットした、鍵ゲットした。ほんまにいたずら野郎だな。鍵盗む成功した、鍵盗む。鍵盗む。待て、やばい、鍵取られる、鍵取られちゃった。ちょっと待って、こちらラジオ、ラジオ。とたたた、鍵取っ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 た。なめちゃ困るぜ。オッケーオッケーオッケー。来るな来るな来るな。手分けしてるぞ。さっきこっちはな、二人でチェイスの練習したんだよ、おじさん。お前なんで一緒のところ行っちゃったの。あ、やばい、助けて。まずい。あオッケー、ラジオゲット、鍵ないっす。まだ、まだ。コロちゃん、今のうちに、今のうちに鍵を。鍵開ける。あ、ルートがこっち来ないと。ルートがこっち来ないと。待って、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 ごめん、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 ごめん。なんか鍵開いてない、これ。開いてるかも。あ、潜入できればいいんだ。なるほどね。これでも人参があるらしいよ。人参。あ、もう人参じゃん。人参、ジャム、水筒。ラジオとカゴもミッションクリアしてるじゃん。じゃあ、人参、ジャム、水筒だけ。僕、カボチャ持ってく。やっぱハロウィンだからな。かぼちゃも入手しないと。おもっ、かぼちゃめっちゃ重い。やばい、首いかれる。首がいかれる。首いかれる。弱いんです。ホースみたいな長さなんです。首がやばい。頑張れ。重い。あ、かぼちゃ。待って、やばい。やばい。待って、ダメだ。このおじさんどっかに眠らせないといけない。眠らせる。やば。これなんとかしておじさん眠らせられないか。眠らせるって。でもさ、これさ、一回さ。しばかり機。しばかり機でやるしかない、これ。一回これにやっちゃえば、待って、一回見てミッション。ほら。あ、本当だ、クリアしてる。ここに乗せればいいんだ。もうジャム、水筒、あ、入ってそう。あ、あった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 。ジャムだ、ジャムだ。水筒、オッケー、オッケー、ジャム、ナイス。ピクニック来るぞ。これおじさんに行く手を阻まれる、きっと。絶対いるよ、あいつ。あ、やばい、おじさんバレた。まずい、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 加速お願い、加速、やばい、あとちょっと水筒頼む。いけた、オッケー、いけた。あー、ピクニックを開く成功。これはピクニックを開いたことになるのか。これで次の目標は、熊の手を湖に落とすと麦わら帽子をかぶせる。あ、これじゃない、熊の手。あ、熊の手あったね。おじさんかぶってよ。おわ、かぶって。おじさんかぶって。待って、今回も投げつけられた、これ。やめて。それダメだ、力が強い。とりあえず熊の手は湖に落とせそう。そうだね、熊の手持ってこう。頑張って、今のうちに。やばい、やばい、助けて助けて助けて。ああ。あ、今鍵探すフェーズ入ってる。鍵はこっちだよ、おじさん。こっちこっちこっち。頑張れ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 。この湖じゃない、泉。いける。あ、泉、湖か。あ、やばい、石で挟まった。タナルとこ。オッケーオッケーオッケー。あー、やったねー。成功。成功していく。あれ、新しいやつ？新しいトゥードゥ。おじさんがハンマーで指を打ちつける。打ちつける。ただでさえ麦わら帽子着てるのに。とりあえずこの麦わら帽子をなんとかしないとだよね。どうすればいいんだろう、麦わら帽子。あ、おじさんのさ、帽子を取るんじゃない？あー、なるほどね。帽子を取って麦わらつけさせるみたいな。だって帽子に乗んないと。確かに。お花触れないかな、これ。ダメだ、触りたいけど。暑いからちょっと仰いどくよ。ありがとうございます。なんとかして頑張って。おーい、チューリップ。おーい、チューリップ成長するんだ。おい、ジャックと豆の木みたいになってでかくなってくれ。頼む、めっちゃ大きくなって、おじさん転ばせて。頼む、お願いだ。ダメだわ、取れないんだよね。あ、ナイスナイスナイス。あいつやばい。どうしたらいいんだろう。待った。お前チューリップいいのかよ。チューリップいいのか。チューリップいいのかい。チューリップ取って、大事なんだね、すごい大事にしてそう。すごい大事だな。これ、あ、きた。そういうことか。ナイス。いいぞ。で、あとは麦わら。あ、ダメだ、取られちゃった。返して。あ、ダメだ。あの帽子を取って、うん、もう多分濡らしちゃったりしたらもう被らないんじゃない、もしかしたら。なるほど。やばい、あとちょっと、あとちょっと。オッケー。あ、これで、これおじさんいけない？また帽子かぶっちゃうの、これ。どこ行けばいいんだ。濡らしたからもうかぶんないとか、そういう話じゃん。ほら、濡れてる濡れてる。かぶるやんけ。かぶるんだ、僕たちの。わかった、帽子をこの芝刈り機の前に置いて、うん、
多分芝刈りびっきで帽子をぐっちゃぐちゃにしてそれ考え方が怖いんだって。もう麦わら帽子をかぶるしかないっていう気持ちにさせる。そんなことある、まず取れないんだよな麦わら帽子がね。取れない。来た。なんとかして指を打ちつけろ。超えるんじゃない、ここ。ああ、お、お、来た。お、やったー、ハンマーで、おじさんのハンマーで指を打ちつける。で、成功。次のステージ行けんのか。裏口がある。どっからかある、どこか裏口が。裏口発見。そこからさ、ベレー帽取れる。あ、てかこの中にベレー帽隠しちゃえばいいんじゃない。行くぞ。鍵ゲット。鍵こっちだよーん。待って。オッケーオッケー。あ、やばい。早く。やばいやばい。待って。いけない。頑張れ。はい、いけてる。いけてる。ちょっと待って、どうな。あ、あ。さあ、いけるんじゃないかこれ。仕方ないな。麦わら帽子かぶるかっていう気持ちになっていただけませんか。ダメだ。え、こいつ。探しに行ってる。鍵で一旦気を引く。今のうちになんとか対処法を見つけてほしい。水濡らすんじゃない、やっぱり。でもさっき濡らしてよ、池に入れたよ。こっち、こっちに、こっち行くか。そっちしかもう可能性はない。来なければだってもう麦わら帽子かぶるしかないから。確かにね。あの流れてくるかもな、確かに。おお、あ、来た。麦わら帽子かぶってくれた。やっぱこういうことだったのか。ようやくだよ。ナイス。よ、あ、開いた。あ、開いた。似合ってますね。似合ってますね。びっくりしてるやろ。分かって会話しなくていいから。似合ってますよ。さよならおじさん。また明日。またね。バイバイ。バイバイ。次だ。さあ、次のステージ。うまちだ本当に。すごい。こんにちは。いたずらは任せてください。こんにちは。あ、飛行機が欲しい。こんにちは。あ、いや、これを求めてるっぽい。さあ。よし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 。ちなみにミッション見ていいですか。デッキブラシを壊す。男の子の電話ボックスに閉じ込める、はいはいはい、閉じ込める。だからそれであの使って多分閉じ込めるよ。なるほどね。これでおびき寄せるので違うメガネをかけさせる。誰かに自分のものを買い戻させる。どこ行けばいいんだろう。一通り見るか。とんでもない。ちょっとそうですね、一通り何があるか。あ、ごめんなさい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 。痛い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 。やめろ、追い返すな。やめろ。痛い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 。そんな武器使うなんて卑怯です。やめろ、やめてくれ卑怯者が。ボールを探してる。サッカーボールやってる。一緒にやろうぜ。一緒にやろう。僕たちのがうまいぞ。はい、パス。ナイスナイスナイス。え、ゴール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 。オッケーオッケー。ゴール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 ゴーあのスイッチ、やだ。入れて。入れさせろ。これ仲間託するしかない。なんで入れたんだ逆に。なんで入れてくれない。もういけるんじゃない、逆に閉めないんじゃない。閉めるかな。ほら開いてる。あ、なんでよ。あ、そういうことか。でどれ誰かいるのかなっていうのを見て。いけー。いけー、突入だ。スイッチ。ナイス！ガチョウだぞー！テレビに映る、成功した！やったー！飛べればいいのにな。あ、これさ、おびき寄せて、うん、ここまで行ったら泣かすんじゃないの。泣かして、こうやって入れ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 ってそんな？オッケーオッケーオッケー、任せてください。僕おびき寄せるの得意なんで。この子はこの飛行機に目がないんですよ。全然、マジで目ないけど。全然目がない。やめてください。うん、来ます。来た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 。そしてはい、置いて開けろー。お、来た。置いた。お、入る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 。閉めろ閉めろ。ロック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 。オッケー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 。1時間ぐらい来いよ。1時間ぐらい。もう出てくるな。
この中に1時間入ってろ、はい、これでミッション終わった。おいこいつビーム持ってる。えまずいまずいまずい、なんだこれ。あれホチキス止めるやつだ。あれホチキス、僕たちを首元をホチキス止められる。やばいまずい、変なことしたらまずい、北京ダックにされる、ま、それはやだ。北京ダックにされるのだけはやだやだ。男の子に違うメガネをかけさせると誰かに、ね、自分のものを買い戻させる。自分のものを買い戻させる。あれあれかラベル貼るやつか。あ待ってメガネあるよこれ。えどれ、これメガネじゃなくない、うん、これメガネなの。あそっちか、ほら逃げろ。あダメだ、ここ入るの難しい。入れた入れた。あダメだ、このさこの子のメガネ取ろうよ。どうやって取る、あボールかで置いてるときに、ん、どうすればいいんだろう、蹴んのかな。あねえごめんねえ、せっかく遊んでるのにかわいそうだよ。ごめんごめん、蹴るよ蹴るよ。本当に蹴るの。うん蹴る蹴る蹴る、多分蹴って、いけ全然しゃがまないあこれあれだよ、え靴だ、靴ひもか、靴ひも。あほらほらぽい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 、これでこ、あ取れた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 、片方ほどいた。こちょっと結んで結んで、あ来た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 、はあダメだ、いあ取れた、もう結び終わってる。早い、はい結びの天才だな。お行け、オッケー、違うもの隠させる。僕が僕がこれ、僕どうしよう。ルト君こっちこっち、あ、メガネ欲しい。少年、ごめん、少年ごめん、ごめん、なんか申し訳なくなってくる。ごめん、少年。それ違うかけるやつ。これもメガネだよ。それメガネじゃないやろ。絶対。そんなファンキー、はい、そんな 3D メガネある、それ。双眼鏡だろ。これじゃダメなのかな。ダメだよ。あのサングラス取れないのかな。サングラス取れなさそう。あれは無理だね。あ、挟まってる。あ、ダメだ。今のうちに。メガネ取れた、メガネ取れた、メガネ取れた。いやいや待って待って、僕は、僕は、お、行く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 。オッケー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 。少年、これ渡すよ。少年、少年、少年、メガネだよ。何やってんだ。これだよ。あ、もう見ちゃう。さらに見えないのにちょっと。もう片方靴ひもほど行ってみた。少年、これだよ。あ、あ、少年、少年。それそれそれ、来た、あ、来た、あー、あーナイスナイス、似合ってるよ。あれ、あー、あメガネ回収して、探しに来たのか。え、絶対怒られるでしょ、このおばさんに。あんた、私の商品って。だってもう泥棒だもん。いけないんだ、泥棒して。勝手にお店のメガネ取って、勝手につけて。いけないんだ。かわいそうに。かわいそうに。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。